い、では147の着眼の方の動画を撮っていきたいと思います。でね、ちょっとねトラブルっていうか、後でねサイズを交換したくなったやつがあったんで、でそのサイズ交換を注文してるのが予約商品と一緒に届くっていうシステムなので、トップス何点かが先に動画で紹介してるけど、今の今回の着眼にないっていうのがあります。それね解説入れるので、ちょっとねごめんなさい、前回の動画に出てきた全部は今回着眼ないです。はい、ではどうぞ。1着目がこちらですね。チュニック丈、ワンピースにもなるぐらいのブラウスで、シャーリングの袖になっているものです。これがねめちゃくちゃ気に入ってる。で、前後二通りの着方ができるもので、私はボタンの方を前にしてこう留めてから反対に回したり、まあ、ボタンのままの時はそのまま着てるんですけど、ここがね留めにくい人は先にここ留めといてくるって回したらいいと思います。ではちょっと下がって見せますね。パンツも購入したものです。反対側にしたらこんな感じ。ここのねタックがすごいね、タックっていうのかな、ザ・ダーツっていうのか分かんないけど、これがねすごいエレガントかなって思って、私はね割とこっちが好きです。袖がねまくれるっていうのがポイントですね。すごい可愛いです。次がコンパクトスウェットです。コンパクトスウェットがこんな感じで、実はこれがピンクと黄色買ってたんですけど、サイズをこれ XS なんですが、 S にサイズアップしようかなと思ってそれね返品しました。で、気になったポイントは袖が、まあ、ジャストで良かったんですけど、もうちょっとね長くてもいいかなって思ったんですよね。それで交換っていうか、1回返品しないといけないシステムなので返品出してるんですけども、これね何日か着てるうちに、なんだろう、やっぱり XS のままでも良かったなって思い始めて、ちょっとねどうしようかなって迷い中のものでもあります。はい、丈感こんな感じね。で、パンツは、テーパードパンツをそのまま合わせてます。このコンパクトスウェットってすごくねスカートとの相性が良くて、メルカリでフェイクレザースカート見つけたので、それねちょっと購入してみたんですよ。だからこれは動画では紹介まだしてない、初めてのやつなんですけど、ちょっとねスカート合わせぜひ見てください。こんな感じのねフェイクレザーの、これはね XS のサイズです。はい、次はジャンパースカートとコットンのなんかダブルガーゼかトリプルガーゼか、そのガーゼかなって思うぐらい肌触りのいいカットソーです。ちょっとねお洗濯したんでシワがあるんですけど、本当にね着心地が良くて、これ赤ちゃんの肌着みたいな感覚です。で、今私が着ているのが XS サイズのオートミールなんですけど、オートミールだとそんなにね下着の透けも気にならないです。真っ白とオートミールとネイビーがあったと思うんですけども、私はオートミールを選びました。ポイントはここに1473のロゴの、これなんていうのかな、リボンテープがついてます。で、ジャンパースカートの方はポリエステルでシワにならないって言ってもいいぐらいなりにくい素材ですね。ウエストこうやってリボンでキュッと絞ったらしれっとすっきり着られるようになって、ジャンパースカートね、これね前後着用できると思います。私はこうやって見せるのが好きなんですけど、後ろだと普通にこうですね、こんな感じで着ることができます。どうしてもジャンパースカートってなんていうのかな、カジュアルでふわっとしてたら妊婦さんっぽくも見えちゃうと思うんですけど、これはね絞れるし丈感もぴったりなので、なんていうのかな、おしゃれっぽく着れるジャンパースカートだと思います。インナーにもねぴったりで、セーターとかそれこそさっきのコンパクトスウェットの中に寒い時は重ねてきたりしました。 XS で私の袖でこんな感じかな、洗濯してもそんなにめちゃくちゃ縮んだっていう感じはしないですね。はい、次が
ロングのプリーツワンピースです。これね、すっごいねハイウエスト気味なデザインでスタイルアップするし、着心地すごくいいので気に入ってます。プリーツのちょっとね、ここがね、あのアイロンちょっと当ててなかったでペタって折れてるんですけど、なんていうのかな、取れにくそうなプリーツと、一回ねこれお洗濯してるんですけども、こんな綺麗なまま保ってます。これね、ほとんどアイロンかけてない状態ですね、うん。で、袖も若干これ生地がねちょっとだけストレッチがあるので、こうやって腕まくりして止まってます。後ろのシルエットこんな感じで、サイドのリボンで調節できるので、ゆったり着たい方はもっとね、ここストンという AI のシルエットにもできます。で、ちょっと迷ってる点が、結構バストがキュッとなるので、バストの分上がるっていうのがあるから、もしかしたら私 S の方が良かったかなってねちょっと思ってるんですよね。これから丈感あの見せるんですけど、もうちょい長めな人とか、あとまあ150以上身長ある、それからバストがある方は S でもいいかなと思います。私が買ったのは XS です。交換とねかなり迷ったんですけど、気持ち短めの丈ぐらいが結構私いいなと思ったので、そのまま XS で着用しています。では見せます。お色がブラックと、あと限定でグリーンっていうね、モスグリーンっていうかカーキのね濃い色があったんですけど、もっとね明るい色出してくれたら、ピンクとか黄色とかあったらね、これ絶対リピしたいなっていうぐらい気に入っています。ラスト、こちらのワンピースですね。ウエストシャーリングの前後 2A で着れるワンピースなんですけど、実はねこれサイズを変えて買い直ししました。買い直したのは公式サイトじゃなくて、メルカリでちょうど S サイズが出てたので、最初に購入した XS から S サイズに同じカラーで買い直ししました。なんでかっていうと、ちょっとねバスト周りがきつかったっていうのがあります。こっち側を前にした時は XS でも良かったんですけど、反対側にした時にちょっとねなんか窮屈感を感じたので、XS を購入したって前の動画で言ったんですけれども、今着用しているのは S です、はい。で、特徴は袖がねチュニックと同じようにこういう風に絞られるようになってるっていうことと、ポリエステルの生地なんですけど、冬でも着れるようなしっかりした生地感です。で、ウエストのシャーリングがつかず離れずみたいな、私たち世代、大人世代でもなんていうのかな、安心して着れるようなキュッと感ですね。これフィットする、こんなにねすごいよく伸びるんですよ。今ボタンの方、プチ V ネックっていうのかな、キーネックっていうのかな、こんな感じで開けて着てます。また後で裏返し違う、前後着用を見せるのでチェックしてみてください。シンプルな方を前にするとこんな感じですね。ここがすっきりしてね、より女性らしいかなって思います。ベージュで裏地はないんですけど、かなりしっかりしたポリエステルなので、あんまりね透け感感じなかったです。まあ日向に出て、まあ、太陽光でね透けるかもしれないんで、ベージュ系のペチコート私は着用しています。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとねサイズ交換云々で、最初の動画、商品紹介の動画とアイテムが違っちゃったり、今ね着用できてないものもあるんですけど、また届き次第着が出したいなというふうに思います。1473ね知ってからすごいね気に入ってるブランドなので、これからも購入したものがあったらレビューしていきたいなというふうに思っています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、今やっている大人の私立矯正、岡山の地域情報などを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。ライブ配信の方ポコチャでやってるので、よかったら遊びに来てください。またねー。